さあさあ今日もアナザーライダーの解説をしていこうじゃありませぬか。最近登録者がそこそこ順調に増え始めててよきかなよきかな。この調子で各動画の再生数も10よろず20万は軽くいっちゃうんだろうな。なお最後に10万再生以上いってる動画は約半年前。それからショート動画を除いて10万再生いってる動画ありません。というか半分の5万再生すらいってる動画少ないんですけど、この現状についてどうお考えですか？もうダメだ、おしまいだ。とは簡単に絶望しますね。させたやつがよな。ては絶望してファントムを生み出しそうなうぷ主はしておくか。かけるという選択肢はないのか。おい、魔法使い連れてきたぞ。ナイスマリサ、早速ウプ主の最後の希望を救ってもらえる。マリサこれウィザードちゃん、アナザーウィザードや。おろ、間違えたか。まあ似たようなもんだろ。魔法使いなんてみんな鬼人変人でヘンテコリンなやつばっかだし。どうしてこの子は盛大に自傷行為をしてるの。アナザーウィザード、希望を守るために戦う指輪の魔法使い、仮面ライダーウィザードの力をもとに異様の姿となったアナザーライダーだ。変身者はマジックハウス機の下の従業員である林。変身の経緯は本編から遡ること6年前の2012年、経営不振に陥り閉鎖する道をたどるばかりだった木下と、そのオーナーである木下香織を救うためにウールと契約し変身したのだ。その後は手に入れた魔法の力でマジシャンとして舞台に立ち、見事に経営難を乗り切らせたのだ。聞いてるだけだと別段悪事に手を染めてるってわけではなさそうね。この時点では、2018年、ウィザード早瀬という名で木下のステージに立っていた早瀬、すっかり知名度が上がりトップマジシャンの地位にまで上り詰める彼を目にして、香織はある決断をするのぜ。それは、マジックハウスの閉鎖。早瀬にはマジックハウスという小さな世界でとどまらせずに、もっと大きな舞台で活躍してほしいという思いからその決断に至ったのぜ。そして同時に、同僚であり早瀬の前のマジシャンである永山、実はこの人と香織は婚約者であり、6年前の時点ですでに恋仲であり、早瀬がマジックハウスを立て直したことで返事を保有にしていたが、今回の閉鎖に伴って、永山からのプロポーズを受け入れることにした香織。だがそんな二人の結婚、エンゲージは、早瀬を絶望の淵に叩き落としたのぜ。もしかして早瀬はオーナーが好きだったの？ああそうだ、早瀬は香織に連呼していた。だからこそ香織の希望とも言える、マジックハウス存続のために動いていたのだ。そしてあわよくば思いを伝えて恋仲になろうとも考えていたのだろう。だが蓋を開けてみればスタートの時点で早瀬は失敗していたのだ。永山の口から二人の結婚を知らされた早瀬は暴走。永山を襲撃し病院送りにしたのぜ。そこに駆けつけたゲイツに破れるがオーラに再び変身させられて逃亡。自宅に戻ることもできずさまようのぜ。でもオーラに焚きつけられて今度は香織まで襲撃しようとする。勝手に裏切られたと思い込んでますからね。なんともまあたちの悪い恋心だこと。一度目の襲撃攻撃は相互の妨害に遭い撤退、二度目の襲撃も相互が静止し戦闘にもつれ込んで撃破されるが、ウィザードの力がないため完全撃破には至らず復活し再戦、相互の説得で一瞬揺らいだものの、後戻りはできないとばかりにやけになる、結局最後は敗北してしまうのぜ。そして、どこぞのマヨネーズからウィザードウォッチを受け取ったゲイツが、2012年時点のアナザーウィザードを撃破したことで事件は収束したのぜ。そして正気を取り戻した2018年の早瀬は相互たちの計らいで、2012年の自分と通話し叱咤激励する。その言葉で奮い立った2012年の早瀬は香織に思いを伝えて、事件の幕は降りた。原点では絶望から立ち上がり希望を守る魔法使いだったウィザード。こっちでは思い人の希望を守りたいという純粋な思いはあったものの、彼女の本当の思いを知らずに勝手な希望を抱いた挙句、勝手に絶望するという原点からかけ離れた怪物になってしまったのぜ。しかもオリジナルの方はエンゲージで希望を抱いたのに対して、こっちはエンゲージで絶望してるし、他のアナザーライダーの例に漏れず皮肉たっぷりだな。復活した。表紙のベースはフレームスタイルだがローブは赤く染まっており、フレームドラゴンの衣装も組み込まれている。とはいえやはりかなり歪んだ造形になっており、さながらファントム化したウィザードといった感じだな。能力はウィザードと同じく魔法の講師だが、原点だと相手に指輪を付けさせないと効果がない使いにくかったスリープが、能動的に発動できるようになってたりと少々強化されているようにも感じる。ちなみに普通に殴ってくるので注意。まあ肉弾戦はクソ弱いけど、そら大体のやつに言えるけど中身一般人だしな。ところでベルトが人骨なのって、もしかしてタナトスの器モチーフじゃ。あれ劇中の設定だとマジモンの人骨使ってるやべえやつだろ。詳細はウィザードの劇場版をチェック。さあ続いて紹介するのは、欲望の化身。アナザーオーズ、仮面ライダーオーズをモチーフとしたアナザーライダーであり、変身者は、なんでそんなに歯切れ悪いのよ。まさか相当な凶悪犯が変身してるとか。ダンクロトだ。ある意味凶悪犯。ライダー史に残る欲望の権限。欲望の擬人化。ことの発端はアナザーエグゼイドの誕生。エグゼイドにまつわる歴史の消滅、バグスター関連のことも消滅し、クロトは自分の才能を生かすことができなくなり、2010年時点くすぶった状態となっていた。というかエグゼイドの歴史が消滅したことで会社名が変わって、ゲンムコーポレーションからダンコーポレーションになってたのぜ。描写はないですが事業内容も変わってたりするんですかね。アナザーオーズの力を手にしたクロト
は2016年に父政宗を殺害、2018年時点で社名はダンファウンデーションになっており、社長はもちろん自分、自身もダンクロと王を名乗り、まさしく魔王のごとくふんぞり返っていた。ふんぞり返ってるのはいつものことだろ、むしろ原点よりはっちゃけてる気がしないでもない。そうですか、僕にはいつも通りに見えましたけど。あいつに関しては元が元だからな、実際に対面したジオウゼイからの評価もお世辞にもよろしくはないが、相互だけは王になりたいという夢から黒と王に興味を持った。そんな相互の夢も自身が君臨する限り叶うことはないと一周するが、自分のそばに置けば諦めがつくと考えて家来として召使いへた。まあその行動のせいでゲイツとの関係が悪化してしまうんだがな、何気に考えがあったとはいえ、敵対した瞬間ゲイツを容赦なく倒す相互の魔王の風格が垣間見えたのぜ。一方でオーズの登場人物である泉ひなは会社の服飾部門に勤務し、黒と王の衣装を作らされていたが強引なやり方に反抗する。だがその勝ち気さをむしろ気に入った王が婚姻を迫るが抵抗して投獄されてしまう。その牢の中にいたのは、日野英二、改変された歴史で彼は国会議員になっており、王によって幽閉されていたのだ。政治家で折り合いの悪かった父を持つ英二が国会議員になってる。ってことを考えたら結構な皮肉だよな。でもなった経緯についてはたくさんの人と手を取り合いたいという極めて前向きな考えからですし、ある意味英二らしい選択ではないでしょうか。そして王の欲望はますます肥大化し、しまいには全ての人間を支配し、いずれはこの国の頂点に立ってダンクロと大王となることを宣言。脱獄してきた英二たちをクズやミーと相互に相手をさせて逃走した。しかし相互は英二の考えに共感し、それとは無楽な自身以外の全てを踏みにじる傲慢な王の姿を否定。結局孤独な王になった黒とは相互との戦闘に突入する。なおこの際持ち前の怪力を発動させたヒナがエイジを掴んで振り回し、その体が直撃して場外に吹っ飛ばされたのぜ。さすがはオーズのラスボス候補だったと噂されるヒロイン。その後はオーラと二人で相互を追い詰めるが、ゲイツが乱入した隙に相互に2010年に飛ばれてしまう。そして2010年時点のアナザーオーズとジオウが交戦し、オーズアーマーになったジオウに敗北する。ボロボロになりながらもまだあがこうとするクロトだったが、オーズに特大の皮肉を浴びせられた後、ついに力尽きた。こうして自らの欲望をコントロールできなかったカリソメの王の野望は、未来の時の王者によって幻の夢に終わったのだった。アナザーオーズのデザインのベースはもちろんタトバコンボなんだが、形状からどっちかというとスーパータトバの方にも見えるのぜ。ベルトの色がどう見ても信号機にしか見えないけん。ってのとらクローが常時むき出し状態なせいで、もはや誰とも手を取り合えないという皮肉を表してるのかもしれない。というかタトバコンボとして見た場合、欲望の強さが桁違いなせいかこっちのが使いこなしてたような。胸のオーラングサークルの構図もショッカーの象徴であるタカが、ライダーの象徴であるバッタを踏みつぶしてるようにも見えますね。なおクズやミーに似た怪人と生み出す能力を持っている。姿形はクズやミーそのものだが、オリジナルがセルメダルを割ってかけらを使用していたのに対して、こちらはセルメダルを割らずに使用していたのに対して、公式でも似た怪人と言及されてるので別物なのは間違いないらしい。ところでなんでオーズでクロトが登場したの？まあ欲望のゴンゲだからわかるけども、その点含めてエイジやオーズとは共通点や誠反対な点はそこそこあるんだぞ。家庭環境が結構歪だったり、解明したことがある点とか。血のせいは母方のせいなんだよな。クロトは言わずもがな。でもどっちも自傷っていう共通点もあるな。他にも時間停止状態でも動ける形態に変身できたり、増殖能力を持っていたり、大切な存在を失っていたり、逆にクロトは欲望まみれだがエイジは欲望が枯れ切ってる。意図して争いの元凶を作ったクロトに対して、意図せずに争いの原因になってしまったエイジ、パンツを大事にするエイジと、すっぽんぽんだったクロト。当然猥褻罪適用。自ら危機として神を名乗ったクロトに対して、周りから都合のいい神様にされてしまったエイジ。ちなみに脚本の小林さんは当初エイジを本当に神にしようとしたとか、ちなみに言わずもがなクロトを演じているのは岩永哲也氏だが、実はオーズにも2号ライダーバースに変身する伊達明を演じてる。同じ岩永姓の岩永博明氏がいたりする。そのせいでオーズ編に岩永さんが出演するという文面を見た視聴者は伊達さんが出るのかと勘違いした。岩永さん、哲也さんの方はプレバトの俳句コーナーなどに出演されてますが、その際になぜかオーズの主題歌が BGM に使用されてたりします。壮大な岩永違いである。最近博明さんの方が純烈に加入したのは有名だが、その結果ツイッターのトレンドに岩永さんって乗ることが多いんだよ。それ見るたびに思うんだよな。クロトのやつなんかやらかしたのかなって。役のイメージって大事ですね。他やらかした前提なの笑う。